コミック虹色デイズ第4回いかがだったでしょうか。最終回です。夏希役松岡由紀です。圭一役島崎信長です。智也役の江口拓也で、女子役の内山小木です。はい、ということで始まりました。ですね、盛り上がんねえな。いきなりな、いきなりなんですが、おい、どうした、女装したことありますか。なんでない。いつがあるよね。即答、即答だよ。いつがあるよね。あーはー、あるよね。僕イベントでやりましたね。あ、イベントで最近だじゃん。ええ。あれ、しかもメイドとかじゃなかったっけ。そう、メイド服を着ました。あらあら、メイド服。ちゃんとメイクもして。いや、メイクは、あ、そうですね、イベントだったんで。あ、ガチなやつだ。ええ。どうだった？楽しかった？ハマった？ハマった？いや。それからもやった？自分にグッときた。来た？自分にちょっと。酔いしれた？ね、いや、もう、意外とやってみると、恥ずかしかったですね。あ、そうね。意外じゃなかった。全然意外じゃない。意外じゃなかったな。そう、ってことは、意外といけるなって思ってたってことだよね。最初は、なんかちょっと、変なこと言いますけど。あ、今ね。いいよ。周りから、毛はどうしたのかっていう話をしてましたよ。すね毛はっていう。いや、もう、オールフリーダムですよ。あ、オールフリーダムだよ。フリーダムってどっちですか？何もしなかった。ええ。あ、素晴らしいね。徹してるね。ワイルドな女性だったんだね。そう、ワイルド。ワイルド。甘そうです。そうですね、松岡くん、なんだツボがわかんねえよ。松岡くんのツボが、松岡くんが、じゃあちょっとやばかったっす今。ですね、最初、まあでも女装や、この中似合いそうな方いますね。あ、俺内山さんだと思う。いや、無理でしょ。だって、したいでしょ？したいでしょ？したい。内山くんしたいでしょ？ハマるかな？ハマるかもしれない。絶対にやる。新しい扉が開くかもしれない。女性のファッション雑誌買うときありますね。あるある。僕もあるある。あるある。あれは単純に見てて面白い。見てて楽しい。カラフルだから女性のって。ちょっと危ないね。一番なんか似合いそうだし、そういう感性とかセンスとか持って。いやいや、さっき江口くんが収録中にね、女装するときには下着をどうするんだって。気になって気になって。女装するときってどうするのかな？どうしたの、エフィス？いや、結構ね、下は大丈夫だった。どう、いや、意味わかんない。まず、だから、聞いてることがまず違うんだけども。まず、そこまではいかない。あ、そこまではいかない。じゃあ、まんまだ。まんまですよ。そうだったんだね。あ、そうなんだ。そうなんだね。なんていうんですか、ソックスじゃない。スパッツ？スパッツじゃない。ストッキング？ストッキングじゃない。え？何でしたっけ？よく、何？あれ。何のやつ？なんか最初、ガーターベルトするみたいな。あったんですけど。きついわー。きついわ、だってオールフリーでしょ、足。え、だからそう。オールフリー、オールフリーのガーター。オールフリーガーターか。え、最後こんな話でいいの？大丈夫？先週の話だよ。4週にわたってお送りしたらね、最後ガーターベルトか。まあいいよ、いいよ。特に。結局しませんでしたけど。はい。あ、ガーターベルトしなかったね。はい。しなかった。さすがにしなかった。よかった。しかもあれ、本来なんか、止める。もうガーターベルトの話はいいよ。すいません。はい。ということでですね。残念ながら、今回でボミック虹色デイズは、おしまいです。楽しかったですね。楽しかった。またやりたい。やりたいです。しかも、こういうすごく若いメンツで、メイン4人でやることって少ないじゃないですか。すごくなんか貴重で楽しい。楽しかった。楽しかった。かなりフレッシュな現場でした。はい。まあ、今回、虹色デイズはこちらでおしまいなんですが、お話の続きは、発売中のコミックスや、別冊、マーガレット本誌でお楽しみください。はい。4週にわたり、ありがとうございました！ありがとうございました！ではみんなで、バイバイ行きますよ。はい。了解です。はい。では、せーの！バイバイ！